オーストラリア大陸の衛星写真。大陸東部に、クレートディバイディング山脈が伸びる。クレートディバイディング山脈は、大分水嶺山脈、東部高地などとも呼ばれ、オーストラリアで最も重要な山脈であり、世界で4番目に長い山脈である。山脈は、クイーンズランド州の東北端沖にあるダラン島から、ニューサウスウェールズ州の東部海岸地帯に伸び、さらに、 ビクトリア州で西へ方向を変え、最後にビクトリア州西部のグランピアンズの中央平原になる。全長は3 5 0 0キロメートル以上になる。山脈の幅は変化に富み約1 6 0キロメートルから3 0 0キロメートル以上にもなる。オーストラリア大陸の最高峰コジアスコ山やオーストラリアアルプス山脈を含む。 海岸低地と西部高地の間の大きな落差による地形効果は気候に影響し、高起伏が壮大な渓谷を作る。グレートディバイディング山脈は3億年以上前の石炭期にオーストラリア大陸が南米大陸の一部及びニュージーランドと衝突したことで生じたと考えられている。非常に古い時期の作り山運動であったため、現在までに地形は 一しし侵食を受け、現在の山脈は起伏の激しい山海に分けながら、主猟線ではなくいくつものピークから伸びる複数の枝尾根、大地、高地、崖などで山脈全体が構成されている。この地形区分はイーストオーストラリアンコレダレラと呼ばれる。山脈へは中井度高圧帯からの貿易風が吹きつけて降雨となり、分水嶺の名のごとく山脈を境に、 東部、西部、北部へ流れる河川とに分けている。東部は太平洋へ流れ、南部はマレー川、ダーリング川が西へ流れ、北部はカーペンタリア湾へ流れている。分水嶺はオーストラリアの地域や地域、気候帯を分ける明瞭な境界にもなっている。キングスハイウェイのブレインウッドバンガドール間にあるグレートディバイディング山脈のサインこの山脈は、もともとは、 アボリジニの居住地であった。装飾された洞窟や海岸地帯と内陸地帯を移動するときに利用されたキャンプサイトや道などによって彼らがいくつかの場所を占有していたという証拠が残されている。1788年の西洋人の入植後、これらの山脈は実地搭査やイギリス人の入植者による入植の妨げとなった。 標高はそれほど高くないが、これらの高地は非常に起伏に富んでいた。1813年にシドニーからブルーマウンテン山地を経由し、バサーストへ直接行けるルートが、ウィリアム・ローソン及びウィリアム・チャールズ・ウェントワースを含む、グレゴリー・ブラックスランドの探検隊により発見された。後に、ブルーマウンテンの街に彼らの名が付けられている。これが、 ニューサウスウェールズ州の内陸部の農業地域の発展の始まりとなった。ニューサウスウェールズ州内陸部へのより簡単なルートは、ゴールバーンへ向けて南西へ向かうルート、ニューカッスルから西へ行くルートが発見された。続く、実地投査は、狩料船周辺において、アラン・カニンガム、ジョン・オークスリー、ハミルトン・ヒューム、ルドビヒ・ライヒハート及びトーマス・ミッチェルによって行われた。 これらの探検家は農業地帯に適した土地を見つけることに主に関心を払った。1830年代後半までに山脈に面した最も肥沃な牧草地が探検され入植された。これらには南部のギップスランド地域とリバーリナ地域を含み北部のリワープルプレーンズやダーリングダウンズが含まれる。様々な道路や鉄道がこの山脈の様々な地域に 続けて建設されたが、多くの地域は今日、人里離れたところに取り残されている。例えば、ビクトリア州東部では、北から南へ高地を走る主要道路は一つしかない。比較的なだらかで、オーストラリアの平均より湿潤な土地であるこれらの高地の一部は、農業や畜産業がよく発達した。このような地域には、クイーンズランド州のアサートン高原や、 ダーリングダウンズ、ニューサウスウェールズ州のノーザンテーブルランド、サザンハイランド、サザンテーブルランドなどがある。他のコーチは農業を行うにはあまりに起伏に富んでおり、林業において利用された。さらに、開発されなかったコーチの多くの場所は、現在、国立公園に含まれている。最高峰であるコジアスコ山を含み、オーストラリア大陸にある公標コーチは、ほぼこの山脈の一部である。 ニューサウスウェールズ州南部及びビクトリア州東部の高地はオーストラリアアルプス山脈として知られる。グレートディバイリング山脈の中心部には多くの山頂が点在し、多くのより小さな山脈、山脚、渓谷、谷や重要な平原によって取り囲まれている。いくつかの有名な平原にはオーストラリア南東部のハイプレーンズ、ビクトリア州のセントラルハイランド及びボゴング、 ハイプレインズなどがある。また、アサートン高原や、キャンベラワイン地域、サザンテーブルランドなどもグレートディバイディング、山脈地域であるとみなされる。ダンデノン山脈、バンニャ山地、ブルーマウンテンズ、リバープール山脈、マックパーソン山脈及び、ムーンビ山脈などは、グレートディバイディング山脈を形成する山脈であり、より小さな山脚である。 グレート・ディバイデリング山脈を形成する他の注目すべき山脈及び大地は、リバープール山脈、マウント・ロイヤル山脈及び、モンウェア・ロ地域が挙げられる。高地のいくつかの山頂が2000メートル余りの標高がある一方、山脈の地質年代及び長年の浸食により、多くの山はさほど急勾配ではなく、ほぼすべての山頂へは登山用品なしに到達することができる。 いくつかの地域、例えばスノーイー山脈、ビクトリアアルプス、シーニックリム及びニューイングランド地域の東部急斜面などの、これらの高地は重要な境界になっている。他の地域では、この斜面は緩やかであり、地域内ではこの山脈は過労じて近くできるほどである。また、カックス峠、カニンガム峠、デッドホース峠、ナウランド峠、スパイサー峠などは有名な峠である。 ブローハード山より、ビクトリア州、オーミーオー平原を望む有名な町が、クイーンズランド州、アサートン、トゥーオンバ、ニューサウスウェールズ州アーミデール、オベロン、ゴールバーン、ビクトリア州オーミーオーなど、山脈の高地に位置する。他の多くの町や市は、定地や高地に隣接した麓に位置している。町の内外や、多くの遠隔地に住む、 土地所有者のグレートディバイディング山脈地域へ付随する強い自然史や文化史がある。下流域を林業が使うため環境保護論者との摩擦が生じている。この山脈はまたオーストラリア東部の水源であり、クイーンズランド州の大部分やグレートアーテジアン盆地を経由しダムで貯水される。山脈沿いの谷は貯水地や水供給プロジェクトに取り水の重要な 供給源である。ブラッドフィールド計画では、クイーンズランド州南部の沿岸地域から、乾燥地域へ水を輸送する方法が議論されている。グレートディバイディング山脈は、オーストラリアの東部海岸地域から、太平洋、タスマン海、海岸地帯から離れ、内陸の平原へ流れる、西のマレーダーリング流域バス海峡へ流れる、オーストラリア南東海岸流域区域及び、 オーストラリア北東海岸流域区域の集水域を形成する。山脈の西へ流れる川には、コンダーマイン川、フリンダーズ川、ハーバート川、ラックラン川、マクドナルド川、マッキンタイア川及びナオミ川などがある。太平洋へ向け東へ流れる河川は、ブリスベン川、バーデキン川、クラランス川、ヘイスティング川、ハークスベリー川、ハンター川、マクリー川、 マリー川、リッチモンド川、スノーイー川などがある。カトゥーン場にあるような観光用鉄道は山脈に沿う近道を登っていく。初期の鉄道技術者は、どの場所で山地勾配が少なく、山脈横断に適しているかを知る必要があった。以下の旅客鉄道線がある。高速道路のいくつかが山脈を横断する。国立公園や保護地域が連なり、 国立公園の大部分が下のリストに含まれる。ビクトリア州マウント、ホッサム付近からグレートディバイディング山脈を望むマウントフェザートップからの景色。ありがとうございます。